こんにちは。三味線を組み立てます。気をつけなきゃいけないことは、三味線をこうくっつけちゃうと短くなっちゃうってことです。こうくっつけません。三味線は中竿がこういうふうに入ります。これを真上からキュッとグッと入れます。入りました。はい、これも真上からほいっと入れます。いいですね。この時にちゃんと膝の上に乗せてください。こういうところでグッとやらないでくださいね。膝の上に乗せてグッとやってください。そして今度糸を張ります。こう斜めね。糸はまあこういうふうに取ればいい。取りました。糸取ったら1の糸と2の糸と、まあ、こういうふうに分かる。大体なんか言ってやってることは分かるわね。こうやってピンと伸ばします。ピンと伸ばして根を引っ掛けちゃえばいいです。引っ掛けたらほら今この斜めになってます ね。こういうふうにならないってことですよ。この斜め、今度こっち側の斜め、1の糸から糸を張っていく。1を糸を持ち上げる。糸を張るときはこの端っこからきれいに巻いてくださいね。ここ端っこからきれいに巻くんですよ。いいですか。こうこんな風にこう巻かないで、こうちゃんと糸がきれいになるようにこう巻くね。きれいに巻く。であと2周ぐらいでおしまいになりそうだなと思ったらこっち来ればいいだけさね。おいで1の糸はこの紙ゴマの上に乗りませんからね。ここの角に入りますよ。で2の糸が難しいです。2の糸は糸が真ん中に来るよね。こう端っこ来ないように真ん中に来るように巻くんですね。それは糸巻きの穴によっていろいろ違いますから、こんなもんかな。真ん中に来るように3の糸は一番こういうふうに3の糸きれいにこう巻いていく。きれいに巻いていく。あと2周ぐらいだなと思ったらグググググッと出てきて、ここのところでグググッと一番端っこになるね。そうすると今2の糸が真ん中じゃないですね。1寄りですね。そしたら2の糸を巻き直すってことですね。大体わかるでしょ、大人なんですからね。はい、こんなことできました。それでこの時にまだ糸がまっすぐじゃないです。このネオンを持ってこうしてこうしてグッとこう合わせる。糸をほらほらこっちだとこっち行っちゃうよね。メール見えるね。こうなってこうなる。はい、こういうふうになります。駒をつけます。駒1の糸の方が深く切れてるのが溝ですからね。人差し指で上げる。駒入れる。だいたいこの下から指2本ぐらいのところで止めます。指2本ぐらいのところで止めるね。駒つけたらまたこう根を合わせる。はい、これで組み立てが出来上がりました。お疲れ様。分解しますよ。いいですか。はい、まず駒取ります。これ斜めに置いてください。斜めに置いて中指入れる。駒取る。スッと取る。はい、駒取れた。取れたら三味線がこういう状態になります。今度糸をバラバラにしますよ。三味線こうやって置いてください。くる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 。糸取った。はい、2の糸を巻いた。3の糸も緩くした。緩くしますとネオが取れます。ぴょん、ネオ取れた。ネオ取れたらここぐるっと巻く。ぐるっと巻くのは好きに巻いてください。こうやってこういうふうに巻いていく。こうやってこういうふうに巻いていくっていうことですが、私どもになりますとですね、この巻くのも糸を動かすんで、竿の方を動かす。竿を動かすのとかっこよく見える。見えないかな。見えた。はい、見えました。こういう状態になりました。あと取っていく。取っていくのは上から取りますよ。上、ここにつなぎ目があります。つなぎ目の方の天神の方を左手で持つ。それでここから下にプッと取るわけです。取るんですけど、こういう風に叩きます。プイッ、プイッ、プイッとこと。ね。これが、こうポキッといっちゃうところ折れちゃいますからね。今みたいに、ポンと取ります。それで今度は、中段中の方を持って、ここを叩けばいいんですね。ここをポンと。はい、取れました。これで出来上がりです。お疲れ様でした。